はい、こんにちは。それではいいんです。いきましょい。 EX カード必須対戦第10試合アフレコ実況というわけでやってまいりました。 EX カード必須対戦のお時間でございます。今回のお相手は、ね、いつもご参加いただいている方はですね、ありがとうございます。で、今回私のデッキなんですけども、 EX バキちゃんが、メインなんですよね。まあ、昨日、で、なんかいいデッキないかなと思って、そうよく考えたら、あんまりや、そのね、まあ、食軍警告、軍食警告はあんま使ってなかったんで、てかまあ一応準備はね、してて、でね、まあ、割と、ただちょっと弓盛りすぎるね、これちょっとね。弓盛りやり一か、みたいなね、結構ね、長江とかもね、結構いい感じの、噛み合いがするんですけど、一コス枠やっぱ火にしたいなとかっていうのもあったりとかで、悩ましいですよね、なかなか。食のね、警告。ちょっとね、使ってみようということでね。はい。で、湧いてなかったのデッキは EX 総称。紳士はどっちでしたっけ？純育、利根川も EX ですね。だから総称、相性悪いんですよね。総称とか主膳とかね、飛んでくるやつとか、まあその衝撃飛ばしたりダメ系、ダメ系はギリね、知力、でもこの挑戦、士気上昇かな、なんで、まあちょっとね、きついっすね、回わなきゃワンチャン、相性的にワンチャン、回わなければ結構逆にね、お相手の方、うまい位置なんで、結構ワンチャン、機動力的にね、こっちが結構やれそうなんですけど、でも回らなきゃいけないですよね。やっぱ使命感があるんで。では見ていきましょう。いいぞ。ただね、バキちゃんね、前世紀よりはやっぱ弱くなったんですよね。僕はバキ。3日間の入国を希望します。まあでも、しっかりとやれれば、ね、ただちょっと柵の張り方的にあんま良くないかもしれないですね。やっぱさ、ちゃんとバキちゃん用の、打ちやすいとこをちゃんと作ってあげなきゃいけないんですけど、あんまりないですね。挑戦の隣で打つにしたらちょっと微妙かなってところですからね。これワンチャン逆にあえて序盤順位を出さない選択肢があったのかななんてちょっと思いつつもね、挑戦になります。序盤は、はい、まあそこそこ塗りましたね。まあちょうどあとちょっとただこの形あんまりどうなのかな、何とも言えないですよね。あとヒーを使うのも初めてなんですけど、まあヒーはまあ私が前やってたあのグホンみたいな立ち回りでいいのかなっていう感じなんですけど、これちょっとね、よくないですね。やっぱでも武力級2枚のマッスル感がやばいですね。ちょっと止まんないですね。ちょっとさすがに武力級、ただあとここはしっかりね、ダブルアーチャーってこともありまして、しっかりとあれですよね。かっこ撃破ですね。これまんべんなく、この強者と走者を撃っちゃってますよね。これがミスですね。しかもこれ、コーチ出たい。これ良くないやつ。じゃあまあ柵割られちゃいますね。しかも変えられちゃいますね。せめて取れるならまだいいんですけどね。これちょっと良くないですね。だいぶ良くないです。で、挑戦ここで回うのかどうかっていう雰囲気なんですけど、ここ回る気なさそうですね。シティから回る気。今ちょっと左のお家が壊れましたね。ちょっと微妙ですね。今ワンチャン回うなら結構いいとこなんですけどね。だからこれちょ、ちょっと撤退。まあ、四季球から舞うと。ただ舞うんですけど、結局、ちょっと四季菜の吐くじゃないですか。で、でも、ぶっちゃけ多分、もう、総称一発で落ちるんですよね。で、総称が四季5か四季6なんですよね。あんまり美味しい効果にはならないかなっていう。まあ、逆に挑戦をかも、かもって言っちゃったら言葉悪いけど、まあ、おとりにして、まあ、他は逆サイから攻めるとかね。だったら、なおのこと、策がない方が良かったですよね。で、これ総称来ますよね。順位こう一生懸命これやっぱね、そうタゲを合わせるのは重要だと思うんですよね。で、とりあえず総称にやられないように挑戦だけフリーにしてみたいな。で、ここは利根川ですね。で、これに対して何ですか。ここまでライン上げられちゃうと具合が悪いですよね。それでやっぱ武力級2枚のマッスル感、でもこの連環あんまり良くないですね。正直良くはない。ここまでライン上げられてからの連環はあまり好ましくない展開ですよね。で、何叩こうかな。で、バキちゃん叩きたいんですけど、ちょっとお家が、ちょっとお家あんまり作ってないんで、あんまり良くないですよね。で、これ何叩いたんだろう。蝶斗を叩くか悩んだとか、まあちょっとね、蝶斗を使ったことなかったんで、バキちゃん落ちますよ、これ。大丈夫ですかね。コーチにしましたね、結局。
使い慣れてる工事を使ってしまいました。うん、実際確かに長刀とかもちょっと前世紀より弱くなっちゃったんですよね。うん、ちょっとこれ工事頑張りすぎては、そんなに武力自由で頑張れないよ。危ない、帰りました、帰りましたが、しかしですよね、これはもう挑戦持ちませんね。やばいってなった増援ですよね。これはね、警告使ってて結構嫌なムーブっすよね。だから私も悪い、結局まんべんなくダメージ与えてるから、やっぱ基本的にやっぱせっかく弓盛りなのにかっこ撃破してないっていう、だからそこのサーチ大事ですよね。本当にしっかりとサーチしていかないと。これダメっすね、これはもうただ粘るだけっすね。もう言うてっすね、ちょっと舞台落ちすぎですし、まあ、横読みで時間稼ぎというか工場を遅らす作業はできますが、だいぶきついっす、ね、調整ももう守れません。まあ、少々抜きでもきついっすねこれちょっと私のムーブが悪いっすね、ちょっとね。やっぱりちょっとね、使い慣れない面々ではなかなか使いが難しい。ここは潜りながらとか、潜りと横読みでちょっとずつ、ただちょっと武力が、まあ、いい撃撃入りました。ちょっと武力差がちょっと否めないですね。でも思ったより強いですね、順位く。私はあんまりうまく使えなかったんですけど、強い。あと、まあ、もともと、この武力級2枚っていうこのマッスル差がなかなかきついですね。いやー、素武力だけでも結構なかなかきついもんがありますね。じゃあ私、バチちゃん使ってないですよね。これ、この試合やってるかもしれないですね。私一応常に縛りは設けてて、主役は絶対切り口、これバチちゃん叩かない、叩いた方がいいのでは。いやでもこれはどうするんだ、どうするんだ、これ大丈夫か、間に合うのか、大丈夫か、大丈夫か、なんとかなんとかしないとか。でもちょっと内乱止めないと落ちちゃうぞ、内乱止めないと、内乱は大丈夫か、大丈夫なのか、落ちちゃうぞ。あれしっかり書いちゃったぞ、あれこれ大丈夫か、終わっちゃうのでは、大丈夫ですか、あれ終わりそう、終わったー。この内乱止められたんじゃないですかね申し訳ございませんっていうやつですね。なんでいっぱいいっぱいだったみたいですね。やっぱなんだろう、結構なんかね、見慣れてないカードたちの操作って難しいですよね。行きましょう、反省会。反省会の時間ですね。実際食こういう形作ったの初めてで、結構ね、作りたかった形ではあったんですよ。まあ今まではね、まあ甲虫挑戦セットだったんですけど、例えば 1.5 個数枠は、応答とかね、挑発の応答とか作物だから入れたりとかしてたんだけど、まあ新しくね、まあ新しくって言ってもね、まあ火もだいぶ弱体化した後ですけど、火も超糖も弱くなったのかな、バッチャーも弱くなったのかな。だから前世紀に本当は使いたくて、やりたかったデッキなんですけど、ただやっぱね、この3人はあんまり言うほど使ってなくて、どうにもどれ叩こうか悩んじゃったよね。いや、ばっちゃん、てかこれは本当反省会なんですよ、私的には。私やっぱりこのね、開幕頭で主役に出す人は、最低でも1回計略絶対使うって縛り設けてるんですよ。それで叩けなかったのは、ちょっとね、これはね、大反省ですね。自分の縛りも、達成できず、変なところで終わっちゃうっていう。しかも別に総称叩かれたわけじゃないのに、この展開ですからね。相手の方が配慮してくださったにもかかわらず、このざまですから。だから開幕悪いっすね、開幕。ここなんですよ。これだから、しっかりね、確かに、まあ、順位早く出しすぎたっていうのはあったかな。これね。しかも私のいつもらしくないんですけどね、挑戦基本的に右端か左端なんですけど、なんかすっげえとこ行きましたよね。まあ、間抜きたかったんですけど、これ完全に踏まされた感ありますよね。これ早めに出したせいで逆にちょっと、ここで順位出てないけど、だからちょっと掘るかどうか選択肢あったかな。実際こっち弓兵多めなんで、まあ、変な感じで順位守りの時に踏む必要もないと思ったんで、なんなら、ちょっと順位出すのを遅らせて、序盤はね、この3人で、7、7、5で打てば、片方ずつ、総称も、巨長も、どっちか潰せたと思うんですよ。まあ、ただね、ヒーと挑戦をやっぱ序盤塗りたいっていうのもあったから、まあ、どっちかですぐ順位踏んだ可能性はあるんですけど、それにしてもちょっと掘り方下手くそだったかなっていうのもあるし、やっぱあとこの、弓のターゲが下手っすね。ほんと、ここ下手。こういうとこ下手。だから結局この二人が結構この均一に減らしてる。だからこの結局均一に減らしてる間に片方取れるんじゃないかって話ありますからね。これね、しっかりタゲやってれば。で、片方落ちるだけでだいぶ展開変わりますから、これ。なんならワンチャンカウンター構造とかも取れるぐらいの。で、柵ももちろん守れるし、みたいな選択肢あるんですけど、ボロボロですね、ボロボロ。
商船舞うタイミングにちょっとなんかどっちかというとちょっとまあ実際まあ式7ジャストから舞う気はなかったんでなんですけど、それでもちょっとかな。あとはちょっと相手の方に簡単にライン上げられすぎ問題ね。うん、まあただ実際確かにこのま996はまあ言うて止まんねえですけど、それでもかな。うん、ちょっと嫌がらせて早めに叩いてもらって高めでちょっと連環打つとかで時間稼ぎしたかったですね、式溜まるまでね。うん、そうすればワンチャン式ちょうどいいバンバンになって、で連環状態で急激乱舞打てば少しはねプレッシャーかけられましたよ。まあ多分12区叩かれて16 2枚出ちゃうのは結構辛いんですけど、うん、まだまだやりようはあったと思うんですよね。あとはやっぱり枚数の差ですよね。4対、こっちが5枚か。4対5。まあね、1枚枚数買ってるんで、その辺でね、1部隊釣るとかっていうムーブ取れたと思うんですけど、もう完全に、押せ押せというか、押され状態。押され状態って変だけど。で最後、ここ内乱止められたと思うんですけど、なぜか、なんか終わってしまいました。これはちょっとね、せっかく相手の方が引いてくださったか今かもしれないのに、これはね、まだですね。だからここはむしろ、あと、せめてバチちゃんのノルマ達成ぐらいできましたよね。うん。早めにバチちゃん叩くとか、ただまあ2回目舞う選択肢を考えたらいいだと思うんですけど、って感じですよね。はい、というわけで、ちょっとね、不甲斐ない結果が多かったですけど、ここはしばらくの対戦、結構良くないですね。この日あれでしたっけね、ちょっともう覚えてないんですけど、もう相当前なんでね、相当前って言ってもまあ1ヶ月前ぐらいですか。まあ、確かに多分ね、体調がね、多分あんまり良くなかった可能性はあるんですけど、それでもね、まあ、やれる時はあるんでね、だとしてもですけど、まあ。まあちょっとね、具合が悪そうですよね、いろんな意味で。まあ雑なのかな、なんかね、まあ、実際結構いろんなデッキをわざね、節操なく使ってるんで、変な感じになるのは私も、まあ織り込み済みなんですけど、それでもやっぱり、せっかくこうやって動画にしてるんで、いいとこ見せたいなぁなんて思いつつ、ちょっと逆にその気持ちが前に出すぎてるのかなって気もしますけどね。いや、ちょっとね、久しぶりというか、食の警告なんなら多分初めてかな、わかんない。動画で、いや、昔やってましたかね。むしろ警告対戦の時とかに確か、各勢力の警告多分使ってたと思うんですけど、いやもうちょっとね、可能性を見出したかったですね。まあこの辺はまたちょっと前、おいおいということで。まあこれは全国でもね、多分、まあ、この形まんまただちょっときついと思うんで、まあワンチャンですけどね、弓サーチがちゃんとできてれば、これでも結構戦えそうですけどね。まあきついできはきついですけど。でもね、やっぱ内乱カバーもできるし、まあ武力面もそこそこかな。まあ、いつかやりますということで。対戦ありがとうございました。次回に続きます。確か次も、警告使ってます。ではでは。